クリスタリア。絆きらめく恋いろは。操作説明を見るのじゃ。ティップスリストじゃ。コンフィグ設定をするのじゃ。さやちゃん、トウキくん。オートモード開始じゃ。今日はよろしくお願いします、椿さん。いい試合にしようね。しおんちゃん、スキップモード開始だ。開始だ。開始だ。なればいい経験になるかな。バックログを見るのじゃ。システムメニューじゃ。次のシーンまで進むのじゃな。システムメニューじゃ。練習試合だからって手を抜くつもりはない。か練習だったから。私なんかは相手か。別にさやちゃんを得る。たとえ誰が相手だ。相手にとってトウキくん、いいんですか。私は私一人で選手でもコーチでもメカニックでもある。トウキ、なるほど。トウキ、あとそれじゃあさよ。手際がいい。アドバイス。あ、うん、いつでも行け。さやちゃん。はい。いやー、お二人とも。じゃあと、あんな風に全く動かずに相手を待ち構えるなんて怖くて。シオン、わずかにそこ相手を、ね、今のズバそし人間やはりどうした。惑わせ初手はっ早い。でもでも何が勝負だった。
もちろん当然なら、まだこれだ、甘い、もっと手をね、はい、なるほどここ、はい、さい、さあ、いっす陶器あれ、どうしたの、さやさんの子、刀、うん端くれうん、でもさよフェイツバキ買うん、なるただ私ツバキそ、おいツバ今年マジさよ、うん、ちょっと、うん、そだってふっどうぞ入って、ああこれな、さあ、うん、でも冗談もっともらい、よくも絆きらめく恋イロハ、絆きらめく恋イロハ、ゲーム再開じゃん、クイックセーブしたのじゃ、オートモード開始じゃん、
じゃあここは。ピチピチラッピー、君の守り神様、アユセイだにゃー。まあ、軽薄が過ぎたかの。長いこと我のことの葉に応える者がおらんかったからな。少し気が乗りすぎたようじゃ。いやだってさ、お前らの一族ひどいんじゃもの。昔はの、我を祀るための社があったのじゃ。そこで我はお前ら一族の祈りに応じて救いの琴の葉を授けてやっていたんじゃが、150年ほど前に我の住まいであった社をぶち壊し、我を蔵に放り込んでそのまま捨ておいたのじゃ。あんな臭くてジメジメして埃っぽいところに150年じゃぞ。カビが生えるわボケが。というか端っこの方ちょっと錆びたわ。ふん、まあよい。150年間の比例は許しがたいが、お前は我を蔵から出し琴の葉に耳を傾ける息を見せてくれた。お前の殊勝な心がけに免じて特別に許してやろう。聞くがよい。さっき名乗ったじゃろう。我が名はアユセじゃ。む、なんか微妙な反応じゃの。わかった。神様なんて嘘だーとか思ってるじゃろう。情念無念いるんじゃなー。これがそれもさっき言った、お前ら一族の守り神じゃ。ゆえに、お前のこともよう知っておるぞ。三条陶器。お前の父、
三条クルスのこともな。いや、守ってなどおらんぞ。ただ見てただけじゃ。だってお前ら我のことを放置してたし。我を大切にしてくれない人間など守りとうないわ。神にだって守る人間を選ぶ権利はあるんじゃ。じゃがトキ、お前は我を蔵から引っ張り出してくれたからの。礼としてお前には引き物を与えよう。三条トキ、お前の願いを何でも一つ叶えてやる。うむ、マジだ。神は嘘など言わん。お前は我を何か別のものと勘違いしておるな。中にはそのように対価を欲する神もいよう。だが我は違う。クーリングオフにも対応しておるぞ。調整されし神が人の願いを叶えるは世の断りじゃ。神と人の関係性は結局そこに集約される。トーキ、願い事を言うがよい。要求するにしても少しは遠慮せい。お前の障害賃金を超える金額は用意できんぞ。あ、お前が生涯で稼げる金額を教えてやろうか。なんとたったの、自分で稼げ。もっと神頼みにふさわしい願いがあるじゃろ。うむ、よかろう。どんな女が良いのだ。身の程知らずにも程がある。お前な、なんというか植物的すぎるぞ。もっと待望はないのか。
陶器よ、真に絶望した者は生きてなどいられぬ。生きるとは何かを欲し、何かを望むこと。絶望も欲得もなくなることはない。それはただ単に諦めたというだけのことじゃ。うむ、それは実に良い願いじゃ。陶器よ、お前の望みしかと聞き届けた。ああ、我に任せておくがよい。クイックセーブしたのじゃ。さあ行くぞ、トーキー。散歩じゃ散歩じゃ。何を言う、夜のそぞろ歩きもいいものじゃぞ。大丈夫じゃ、よく似合っておるぞ。狐は天の使いとも言われておる。つまり今のお前はラブリーエンジェルというわけじゃな。お前の用意したからくりはネットにつながっておるからの。知りたいことはググれば何でも出てくるのじゃ。いやー、便利な世の中になったものじゃのその程度でぐちぐちと言いよって、肝っ玉が小さいの。そんなんだから女が寄ってこんのじゃぞ。
ススキばかりぼうぼうと生えて、何やら殺風景じゃのう。あの、我にも分からぬ。お前ら人間と神は、もとよりその成り立ちが違うのじゃ。何時何分に何が起こるなどと、物事を下するわけではない。神は吉凶や因縁、事と事のつながりを知る者。陰陽道や風水といった概念と近いかもしれんな。そういうことじゃ。ということで、我は消えるぞ。あとはお前の努力次第じゃ。ではアデュー。こんばんは、キツネさん。ここで何をしているのでしょうか。奇遇ですね。私もです。
木刀を一本貸してくださいますか。あなたも武芸家ですか？そうなのですか。でも刀は使えるでしょ？筋肉のつき方と木刀の渡し方でなんとなくかなりの使い手だとお見受けします。ではお手合わせお願いできますか。木刀を2本に顔を隠す面、ここで誰かと待ち合わせ、果たし合いをされるつもりだったのでしょう。ところが相手の方は来ていない。臆したのか、それとも何か事情があったのか、どちらにしろこのまま帰るのも退屈でしょうし、私でよろしければお相手します。もしくはどなたかを闇討ちされる予定だったとか。こんな夜更けに顔を隠して人気のないところに潜むなど、何か特別な事情があるとしか思えません。警察で身の潔白を証明できますか？何がというわけなんですか。自己完結しないでください。キツネさん、この場を乗り切るいい方法がありますよ。私と手合わせをしてください。剣士は刀で語り合うものでしょ。あなたが真に足る人物かどうか手合わせをすればわかります。ということで私と一刀交えましょう。さあ構えてください。ではどうして木刀を持って出歩いているんですか。そうですか。では始めましょうか。
いいえ、むしろ慎み深いねと言われてきました。普通に動けるみたいですね。やはり私の見立ては正しかった。次は本気でいきます。大丈夫です。これはただのお遊戯ですから。楽しい楽しいチャンバラごっこです。楽しいですね。私、夢を見たんですよ。あれは、とても懐かしい夢でした。ですから今は、すごく興奮しています。では、これはどうですか？勝負ありですね。いいえ。言いましたよね。手合わせをすれば真に足る人物かどうかわかると。会いたかったよ、同期。夢に前カレンに
クイックセーブしたのじデータベースがどうかしたの？おはよう、トウキ君。今日は朝っぱらから一段とモヤモヤした顔してるね。うん、してるよ。頑張りすぎちゃってちょっと筋肉痛なんだ。だから今日は体を休めないといけないの。大事な体ってなんだかエッチな含みがあるね。私は別にそういう意味で見てくれてもいいんだよ。おはようございます、椿先輩。あ、おはよう。ということで、はい、トウキ君。私の刀は？そうじゃなくて、私の刀はいつ作ってくれるの？トウキ君、去年から私に刀作ってって言ってるのに全然作ってくれないんだもん。お姉ちゃんは悲しいです。
ブー、トウキくんのいけず。まあいいけどね、トウキくんにもいろいろと事情はあるんだろうし。でももし作る気になったら最初に私に言うこと。お姉ちゃんとの約束だよ。よーす、クソガキども席につけ。あれ、ミコちゃんずいぶん早いじゃん。まだホームルームの時間じゃないだろ。ほらそこのちびっこ、私はお前の友達じゃねえぞ。ミコちゃん言うな、先生と呼べ。おい、ミコちゃんこそちびっことか言うな。お前ら聞け、このクラスに新しい仲間が増えるぞ。え、もしかして佐々木先生妊娠した？するかアホが。編入生が入るんだ。ミコちゃん、その編入生って武芸か、それとも技巧か。喜べちびっこ、武芸家だ。マジかよ、ライバル増えるじゃんか。それじゃ紹介するぞ、入ってこい。上泉さやです、よろしくお願いします。同じクラスだね、トウキ。なんだ、三条の知り合いか。はい、初縁ありまして知り合いになりました。
それなら話は早いな。おい三条、お前上泉の面倒を見てやってくれ。学園の施設、授業内容、あとはまあもろもろ説明よろしく。上泉、あいつお前のお世話するの嫌だってさ。どう思うよあの態度。ちょっとがっかりですね。逆に聞くが上泉、あいつの世話になるのは嫌か？いえ、できれば陶器三条くんにお願いしたいです。だ、そうだな。へえ、やればいいんでしょか。もっとやる気を見せてほしいよな、上泉。はい、よろしくお願いします、三条くん。大丈夫じゃないよ。剣道を教える学園だって言うから、朝から晩まで刀を振るものだと思っていたのに。おかしいよ、どうして数学なのに数字が出てこないの？教科書も記号ばっかりじゃない。苦手っていうより必要性を感じないかな。どうして武芸者がこんなものを学ばなければいけないの？三角関数や行列計算や微分積分なんて知ってても人生で使う機会がないよ。人の生きる道を知りたければ禅を習い、孟子と孔子の書から学べばそれで十分じゃない。数学を知らなくても人はちゃんと生きていける。そういうこと。中学の数学だったら私もわかるし。